乾瓢乾瓢は、ユウガオの果実を紐状に剥いて乾燥させた食品である。乾瓢と表記されることもある。水で戻して煮て、巻き寿司の具材や煮物、和え物などとして使われる。低カロリーで食物繊維に富む。乾瓢の原材料となるユウガオの実気温の低い日の出前の早朝に作業を行うことが一般的である。直径30センチメートル程度になった実を収穫し、伝統的には包丁で輪切りにし、中心部の綿をくり抜き、手かんなで内側から均等に削る。主産地では加工が電動化されており、実を機械の軸に刺して、モーターで回転させて、外皮、白い実の順に、外側から帯状に剥く。機械には足踏みレバーがついており、実を回転させて、横から皮むき器を当て、まず硬い外皮から取り去る。次に、ブレの出ないように、柄を半固定したカンナのような刃物を当てて、かつらむきのように帯状に長く剥く。乾瓢作りでは水にさらす工程のある地域と水にさらす工程のない地域がある。伝統的な製法では、乾瓢干しには2日かかり、1日目に竹竿に吊るして、干し、それを切り揃えて2日目に、ござの上に広げて干す。雨などの影響で、乾瓢干しに3日以上かかってしまうと茶色に変色する。乾物の乾瓢には、防カビ、防虫、変色防止のために亜硫酸ガスで硫黄燻蒸を行う漂白乾瓢と、燻蒸を行わない無漂白乾瓢がある。亜硫酸は有害物質であり、食品衛生法では干し乾瓢 1kg につき 5.0g 以上残存しないように使用しなければならない。重さ6から 7kg のユウガオから約 150g の乾瓢が作られる。毛吹き草や五機内紙などの文献によれば、大阪の木津村が古くから乾瓢の産地として有名であり、神宮皇后伝説に由来する日本の乾瓢発祥の地とされている。江戸時代に、乾瓢の生産は水路を経て、近江国の水口に伝わり、近江の特産品となった。歌川広重の浮世絵連作、東海道53次では、水口宿の絵に乾瓢を干す姿が描かれている。乾瓢の主産地は20世紀以後、栃木県南部が主な産地となっており、日本の乾瓢生産の8割以上を占めている。1712年に、水口藩藩を戻った鳥居忠秀が下野国身部藩に国替えとなった際に水口からユウガオの種を取り寄せたことが栃木県の乾瓢生産の始まりと言われている。日本で消費される乾瓢のうち8割は輸入品で主に業務用で使われる。国産は2割で消費者へ直接小売りされる商品に多い。1970年。消費者物価指数の対象品目から除外された。全国的には、巻き寿司の乾瓢巻きや太巻き寿司やちらし寿司の具、煮物の昆布巻きや、揚げ巾着、ロールキャベツの結束に用いるのが一般的な用途である。産地の栃木県では、この他に、煮物、炒め物、きんぴら、卵入りの乾瓢汁、酢の物等にも用いることが多い。近年では、サラダ材料や揚げ物の衣としての使い方も広がりつつある。身部町では、身部藩が栽培を奨励して、藩主、鳥居忠等が食していた記録も残ることから、乾瓢料理をご当地グルメとして売り出しており、ユウガオを材料にしたスイーツもある。漂白乾瓢は、乾物から戻すときに、塩もみと下茹でをして、硫黄の残留物を除去する必要がある。無漂白乾瓢は、薄い褐色で、自然な甘みや旨みがあり、柔らかく仕上がるが価格は漂白品に比べて一般に高い。海苔を半分に切って、直径3センチメートル程度に細巻きにした海苔巻き。乾燥させた乾瓢を水で戻し甘辛く煮たものを使用。その黒い細身の姿から鉄砲巻きとも呼ばれる。食べるときは2等分に切り、さらに2等分もしくは3等分に切る。寿司屋の不調で乾瓢巻きのことを、傷巻きと呼ぶ。その由来には、下記のように諸説があり、いずれもゆかりの地名から取っているとされる。摂国傷が官票生産の発祥の地と言われ、また官票生産が盛んであったから、山城国から木津川を降り摂津の木津へ運ばれ、そこで官票巻が誕生したから。大正時代から昭和にかけて、大阪の市場では、山城の木津官票は、ブランドとなっていた。故に、関西では、官票のことを木津とも呼んでいた。正徳2年に、近江国水口藩から下野国身部藩に国替えになった、鳥居忠秀が、官票の栽培を奨励したことが、今日の栃木県の官票生産の交流につながっている。その水口藩内の産地が木津であったから、官票の弾力は人の皮膚に似ていることから、栃木県宇都宮市所在の医療器具製造のマニーと、同県下野市の自治医科大学が協力、官票を使った縫合練習キットを開発している。ありがとうございます。